俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、お話ししていきますのが、まあ、昨日のですね、深夜、夜の方に、まあ、荒野行動運営がですね、とある画像の方を出しておりました。それが、まあ、今回ですね、来週行われます、アップデートの内容がわかるものだったんですよね。はい。というわけで、今回はそちらの内容について話していこうと思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれども、その内容というのが新しいバトルパスのシーズン14の内容についてですね。はい、なんと今回のバトルパスの内容というのが、まあ、コラボなんですよ。はい、テーマがコラボなんですね。珍しいですよね。コラボパスじゃなくてバトルパスのテーマがコラボなんですよね。はい、で、一応前言いました僕のハロウィンっていうのも、まあ、あながち間違っていないという感じになっております。とりあえず画像の方を出していきます。それがこちらですね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、新しくですね、まあ、コラボレーションっていう、まあ、テーマ、シーズン14のバトルパスのテーマはコラボレーションですね。何とコラボしたかっていうと、富士急アイランドのですね、まあそういう、まあお化け屋敷みたいなのあるんですよね。戦慄迷宮っていう結構有名な、大分県民である僕もちょっと、まあ名前を耳にしたことがあるような、有名なですね、そういうお化け屋敷があるんですけれども、そちらとですね、まあコラボレーションをして、シーズン14のバトルパスは、まあスキンなどが出ると、はい、いう風になりました。まあこの画像ですね、一応右下の方に出ておりますが、まあこんな感じにですね、一応ハロウィンとも書かれておりますので、まあハロウィンとかそういうのも兼ねて、まあ今回はこういうコラボレーションをすると、まあ、おそらくまあ戦慄迷宮だったりとか、まあ、遊園地ってどこもそうなんですが、ハロウィンになったらそのコスプレイベントみたいなのするんですよね。まあ、例に漏れずおそらくですね、まあ、その富士急の方でもハロウィンのイベントしますので、まあ、その前にこうやってですね、まあ、コラボイベントというかバトルパスの内容がコラボレーションになると、はい、そういう風になるのかなという風に思います。これ結構面白いですよね。まあここがですね、まあ、コラボレーションにテーマがシーズン14のバトルパステーマがコラボレーションになるっていうことは、まあ、結構長い間続くとね、2ヶ月とか3ヶ月ほど続くという感じになっておりますので、これはまあこうご期待かなと、期待ができるのかなというふうに思います。はい、まあそしてですね、まあ先ほどの画像にも出ておりました通り、なんかフランケンシュタインみたいな感じの、まあ、人間がこうやって出ておりますね。まあこちらがまあおそらくスキンとして新しく出てくるのかなと。まあ金枠かオレンジ枠か、まあはたまたまあ報酬で無料でもらえるスキンになるのかわかりませんが、こちらが出てくるという感じになるのかなというふうに思いますね。はい、でプラスその戦慄迷宮って毎回ですね、なんちゃら病棟みたいな丸々病棟っていうのがついておりまして、まあ、実際荒野行動運営もね、病院にいるかもみたいな、時給病院にいるかもっていう風に書かれているわけで、まあ去年やったようなですね、まあ半分なんか病院っていう、そういうね、要素っていうのも入ってくるのかなというふうに、まあ、思われますね。はい。まあ、楽しみですね、ハロウィン。うん、ハロウィン。そして、まあ、コラボレーションバトルパスですね。はい。すごい楽しみだなというふうに思いますね。まあ、こうなると、まあ、金幕の重機付きが何になるのかっていうところが、すごい楽しみだなというふうに思いますね。はい。まあ、こっから先ですね、来週になるまで、まあ、来週の火曜日に、荒野行動運営ですね、PC 版アップデートっていうのは多分入れると思います。15日に始まるということは、まあ、火曜日にアップデートを入れると思うんですよね。はい。ですので、その火曜になる前ですね、今週の金土、そして回ってですね、日月ぐらいで、荒野行動運営が画像として新しくツイートしている内容。まあ、ここにですね、結構まあ、着目して、注目していった方がいいのかなと。注目していって、今後出る画像によってですね、どういうものが金枠の重機付きになるのかっていうのを判断できると思いますので、はい。判断できる材料っていうのが来ることが予想されますので、まあそういう部分もまあ皆さん見ていった方が、まあ僕も見ていって、まあ発見してですね、新しい発見があって分かることがございましたら、まああと新しい車両スキンとか、まあ、そしてもう一つですね、まあ、新しい服とか、うん、そういうの分かりましたら、まあ、随時お伝えしていく予定ですのでよろしくお願いします。でプラス今年ですね、はい、今年の5月頃にですね、まあ、荒野行動運営、中国の方でありますまあゲームフェスタみたいな、まあ、日本でいう東京ゲームショーみたいな、新作ゲームとか既存のゲームの新要素を発表する、まあ、そういうねゲームのショーみたいな発表会みたいなのがあったんですよ。そちらにおいて、まあ、新しくですね、遊園地みたいなマップを今作成しておりますっていうのをですね、出されておりました。はい。それがまだ、荒野行動の中に実装されていないと、はい。新マップとして実装されますよっていう風になっておりましたが、まだ実装されておりませんでした。で、その遊園地、そして今回のバトルパスでコラボレーションしたのは、富士急ハイランドというですね、遊園地。これはもう繋がってくるんじゃないのかなと、はい。シーズン14で新しくそうやってですね、遊園地の新マップを富士急ハイランドとのコラボレーションマップとして実装してくる。これはまあ、十分あり得るのかなという風に思いました。だから今まで新マップの音沙汰はなかったと。
そういう風になるのかなという風に思いますね。これは楽しみですね。はい。新要素、そして遊園地新マップ。これもコラボレーション要素としてあるのであれば、まあいろいろなんか期待できるのかなという風には思います。まあしかし、これね、新マップがもしも、遊園地の新マップがもしも、コラボレーションバトルパスの内容の一つなのであるならば、まあそれですね、レジャーの方にそのマップが使われる可能性というのがあります。はい。レジャーの方で、シーズン14限定のレジャーで、その遊園地の新マップが使われるのであれば、まあイコール通常戦闘をするようなマップにはなり得ないと、そういう風になってしまう可能性もありますので、そこはまあ懸念点なのかなという風に思いますね。まあもちろんですね、通常戦闘もできてレジャーでも使うマップですよと、その展開もあり得るので何とも言えないところですが、前にその同じくですね、新マップとして発表されていた東京グールコラボのあのレジャーあったじゃないですか。はい。あのレジャーの方も最初は新マップとしてですね、お伝えされていたんですよ。はい。ですけれど蓋を開けてみたら、まあ新しいそのフィールドというかマップを使ったレジャーであって、まあレジャー専用のフィールドですよみたいな、今で言うそのメインストリートの限定のあのマップあるじゃないですか。はい。あんな感じでそれでしか使わないマップで、実際その通常戦闘で使うわけではないという、はい、東京グルの時もそうだったので、まああの遊園地の新マップに関しましても、まあちょっと期待はできないのかなという部分は正直あるのかなというふうに思いますね。まあ、ただ前にですね、荒野行動うまいですねプレイヤーさん何人かに、まあ事前にそうやってアンケートを取られて、遊園地のマップの方の調節っていうのもされていたので、まあ通常戦闘でもまあワンちゃん使えるようになるのかなと、はい、まあ五分五分といったところですね。ただあまり期待はしない方が、その新マップがイコール通常戦闘でもう使えると決定なんだというふうに思わない方がいいですよといった感じのお話です。はい。で、さらにプラスですね、ここでわかる要素一つございまして、まあそういうね、10月15日のアップデートシーズン14が始まって、そうやってですね、バトルパスコラボレーションをテーマとしたバトルパスが始まるというわけです。ということはつまりですね、そのタイミングで同時期に3周年イベントがまあおそらく来ないだろうというふうに考えられますね。はい。まあ、ここで3周年持ってきたらさすがに過剰です。イベントが過剰ですし、すべてこなすことは困難かなというふうに思います。そしてまあ3周年の方に行ってしまうプレイヤーっていうのもいると思いますので、まあ、コラボレーションした相手企業へうまくですね、その効果を与えることができないと、宣伝効果を与えることができなくもなりますから、まあ、そういう意味も考えると、まあシーズン14が始まる来週のアップデートですぐですね3周年イベントも始まるっていうのは少し考えづらいのかなというふうに思います。まあ、ですので3周年が始まるタイミングとしては2つございます。1つ目は10月15日でアップデートが来ます。その1週間後、まあ火木火水木あると思います。はい。そこら辺で追加でデータ更新入れて3周年を始めるというパターン。もう一つは、まあ、一応ですね、その15日でアップデートが入るじゃないですか。で、2週間後に大体、2週間おきに荒野行動ってアップデートの方を行われているんですけれども、まあ、その2週間後のアップデート日、そのままでいくと29日になってしまいます。で、28日が3周年なんで、その前に3周年イベントっていうのは荒野行動運営始められるんですよね。はい。まあ、ですので、その前に始めようというふうにした場合はですね、まあ、今回ですね、まあ、マイトピアとかが実装されたと思います。まあ、そういったマイトピアなどが実装されたアップデートっていうのは、まあ、木曜日アップデートではなくて、まあ、珍しく火曜日アップデートだったじゃないですか。月曜 PC からの火曜アップデートみたいな。うん、まあ過去にもそうやってですね、まあいろんな事情、例えば連休だったりとか、まあコラボレーション相手のその効果とかを考えて、早めにですね、アップデートを入れてイベントの方も始められるっていうこともございましたので、まあ今回の3周年に関しましても、もしかしたら早めにアップデートを入れて、本来29日のアップデートを、まあ29日木曜なんですけれど、28、27と戻してですね、27日の火曜日に、まあそうやってアップデートの方をスマートフォンに入れて、まあそして3周年のイベントを始めていくみたいな、まあ、27って決まったわけではないんですけれど、その前に少し戻してアップデートを入れていくという、その2つのパターンが考えられますので、まあ3周年は1回ちょっとですね棚に置いて、まあ次のですねバトルパスに備えて僕らは準備していくべきかなというふうに思います。でバトルパスに向けて準備できること、これを最後に話していこうと思います。でそれがまあ今ですね、まあ、昨日始まりました、まあ、新しいですね走行距離でですね報酬がもらえますよっていうイベントあるじゃないですか。はい。まあそちらにおいてトレーニング勲章がまず一つもらえると思います。でプラスですね、まあ毎日できるガシャポン、限定ガシャポンみたいなあるじゃないですか。まあ、そちらからもトレーニング勲章が排出されることがございます。ですのでそうやって出たトレーニング勲章を取っておくと、はい、取っておいてからまあそのうまく二つ貯めておいて専属ガチャを、まあ、そのシーズンが変わってすぐに引けるように準備しておくことっていうのはまあ皆さん大事なんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そこら辺も事前にですねしておいた方がいいのかなと。まあメインキャラクターでもトレーニング勲章を貯めておいて、まあ、そして、まあ、そういうニセマラアカウントやサブアカウントでもトレーニング勲章を貯めておくと、はい。まあ、次のシーズン14は、まあ、コラボレーションの専属ガチャというのが、まあ、おそらく来ると思います。中身の方はいつもよりも期待できる内容になるかなというふうなことが予想されますので、まあ、そういう部分も事前
前に考えて準備しておくべきかなと。はい。あるものはすぐ使うのではなくて、ある程度取っておくっていうのも一つの選択肢ですので、そのように活用されるといいと思います。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。Twitter やってます。フォローバしろと言われたらフォローバしますのでよろしくです。TikTok、ミルダム、そちらの2つやってます。ミルダムの方では全てのリスマラライブやっておりますので、リスマラの恩恵得たいなという人はそちら来てください。よろしくお願いします。あとですね、動画、コメント欄、コミュニティ欄の方でギフトカードがもらえるようなキャンペーンもやっておりますので、そちらもよろしくです。LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくお願いします。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画上げてますので、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。